キロを回りました。改めまして和田アキ子です。柿原忠です。アッコのいい加減2000回東京有楽町日本放送の制作で福井放送高知放送でお聞きの皆さんにもお送りしています。はい、12時50分頃からお送りするクイズコーナー、クイズアコちゃんに叱られる。電話に出てクイズに正解されると1万円が当たります。出場ご希望の方はメールファックスをお送りくださるときに電話番号を書いておいてください。自動的にエントリーとなります。メールアドレスは小文字で AKKO アッコアットマーク1242.com です。 AKKO アッコアットマーク 1242.com。 ファックスの方は 0570-021242 までどうぞ。メールでいろいろ感想をいただいております。はい、ラジオネームアクアフェリオさんはですね、うん、もはやアッコさんはロイヤルファミリーですね。いや、申し訳ない、そんなことはないですけど。いやでもね、はい、皇室の方と飲み友達というのはなかなかですよ。本当、はい、友達になろうねって二人で言い合いましたから。そう、友達になろうねっていうのがいいですね。はい、あのラジオネーム酔って電話しても笑って許してもらいましょう。なるほど。言っていきます。なるほど、なるほど。そうですね。はい、アッコさんが友達が一人増えましたと言ってましたけれど、はい、住所を聞かれた時に皇居に住んでおりますという方と友達になってるアコさんがすごいですと。いえいえ、はい、あちらの方がフランクな方ってことですよ。まあでもそうです、何年か越しにこうやってね、うん、こうね、親子でっていうか、いや素晴らしいご縁ですよこれは、うん、ね。一方でこれはですね、はい、和則さん45歳の方です。アコさんのカラオケボックスのお話を聞いていると、はいはい、なんだかあのお城に住んでる お殿様の娘さんが、はい、城下町を探検してる感じで、あははなんか時代劇のようですよと。あ、時代劇時代劇ではないですけど、そう思いますけど、まあ、カラオケボックス時代劇だと何に例えばいいんだろう。カラオケなんかないでしょ。そうですね、そんなに昔の頃からそういうみんなで集まって歌う場所とかあったのかな、どうなんだろう。マイクはなしにしても、まあ、まあだからそのカラオケボックスみたいな場所はないにせよ、うん、庶民の方々が暮らしているところに紛れ込むという様子なわけですよ。ああ、なるほど、それを。そうそうそう。ああ、ははははという感じですよ。だそういう意味で違う言い方で言うと、ローマの休日ですよ、だから。ああ、なるほどね。そうそうそう。ああ、いい例えにしてくれるね。いや、すごい無理やりでしたけど、今。じゃあ、髪切ったりしなきゃいけない。もうちょっと伸ばして。オードリー・ヘプバーンに、うん、ということですかね。ああ、でも、そうですね。ある意味、でもなんかね、ヨーコさんはね、もうヨーコさんでいいっておっしゃったんで、ヨーコさんは普段でもよくお出かけになってるみたいで、ヨーコさんもリアルにそうですね。そうなんです、はい、それでいろんな方と飲んだり、お友達もいろんなジャンルの方がいらっしゃいましたね。あ、そうなんですね、うん、もうタレントさんからキャスターから参加から、うん、いや、お話聞いててやっぱこう皇室の方って、うん、まあ、身近に感じる時もあるけど、どっかやっぱり遠い存在にも感じる時もあるじゃないですか、うん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 、でもエピソード聞くと、あ、やっぱりなんかやっぱより身近に感じるんですよね。いや、まあ、皆さんが皆さんそうであるとは限らないですけど、私になっちゃった。私はその高円宮殿下も三笠宮殿下もそれでお嬢様の陽子さんもフランクな人だと思って、はい、 そうですね、そして、うん、あの園遊会にお呼ばれした時と、あとは冬季落日って歌を歌った時ね、はい、秋篠宮殿下ご夫妻と、あの映画の主題歌をね、そうです、ね、それであの東急映画館っていうか渋谷で一緒に見たんですけど、その時もいろいろお話しさせていただいて、でそれを園遊会の時に殿下が、秋篠宮殿下が映画の時にご一緒しましたねって言われたのもあるし、あ、そうかそうか、私なんかあの全然そういうの関係ないけど、天皇皇后両陛下とか上皇后上皇様とか見ていると、なんて品がある、なんてこの、なんていうのかな、おごそか。だから愛子様を見ててももうなんか神々しいんですよ、はい、なんか他の、まあ、イギリス の、 あのエリザベス女王なんかも感じました、はい、なんかお会いしたことないけど気品があるけれども明るいフレンドリーな方だと、うん、感じましたけど、日本の上皇天皇とか、はい、上皇様とか、あと天皇で皇后様、はい、もうなんか神々しいですよね、うん、やっぱりこう、まあ、憧れる
というと変ですけど、うん、誇りに思うと言った方がいいのか。いやそれで、うん、もうどうぞなんか私なんかが言うとあれですけど、お健やかにっていう、はい、なんかそうですね、うん、心からそういう自然に感情が出ますね。そう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 、はい、まあやっぱり国にもよるんでしょうけどね。でその中にいらっしゃるからってみんながそのなんて言うんですか、気さくとかフレンドリーとかっていうのも、はいはい、私だって花子様と美容院ご一緒ですからね。そうなんですね。だってこの番組で言ったじゃん。結構ご縁があるんですね。 ありますね。あのこの番組で聞いたことありますか。まあ、これは言っていいと思うんですけど、花子様のご主人様は私たちの時代の時は火星ちゃんって呼んでたんですけど、はいはいはい、あの上皇様の弟様ですね、はいはい、そうですよね。の奥様で、であのワンちゃんにアコちゃんってつけたんですよって言われた。わあそうですか、元気があってねって言われたから、相当だから親しいですか。その後あのアコちゃんは元気にしてらっしゃいますか、はいはい、あ元気にしてますかって言ったら、家でしたんですよってこの番組で言ったと思う。私確かだいぶ前に。面白いですね。でもああいうところで家でされても帰ってくるから、ああいうところって行ったことはないですけど、いやだからちょっと散歩に行っただけでも、うん、まあ、やっぱ名前がアッコちゃんだから家でってことにしたんじゃないって、そういうことなのかもしれませんね、はいはい、半分ネタにして気さくな方です。着色してくださったのかもしれません。気さくな方ですよ、面白いですね、はいはい、引き続きメールファックスお待ちしております、はい、受付メールアドレスは小文字で AKKO アッコアットマーク 1242.com ファックス 0570-021242 までどうぞ、はい、それでは続いてこちらのコーナーです。週刊和田スポ世界一奪還、負けました、三振だ、スリーアウト、試合終了、侍ジャパン3大会ぶり世界一頂点に上り詰めました。日本時間の22日ワールドベースボールクラシック決勝戦で日本代表侍ジャパンはアメリカを3対2で破り、3大会ぶり3回目の優勝を果たしました。わー、こうやって今聞いてみるとテレビ見てたんですけど、ラジオの方が迫力があるね。実況伝わってきますね。それとも状況が分かってるからかな、より頭でね、すごいわ、再生される、すごい、うん、そうなんですよ。まさにこの歌もでも乾杯にぴったりですけど、はい、ありがとうございます。この試合アメリカに先制を許しましたが、うん、ご存知のようにすぐに村神様のホームランで追いつき、さらにヌートバー選手のゴロで勝ち越し、その後も岡本選手のホームランで2点差として、8回はダルビッシュ投手、9回は大谷翔平投手の超豪華メジャーリーガーリレーでアメリカの反撃を1点に抑え、見事世界一奪還となりました。野球の素晴らしさ、感動を世界中に伝えてくれた侍ジャパンですが、連覇がかかる次回の大会は3年後、2026年になります。優待。続いても WBC についての話題です。侍ジャパンを世界一へ導いた栗山監督ですが、気になるのは今後の去就です。優勝のシャンパンファイトの中、個人的には最後のユニフォームになりますと、任期満了となる今大会で優待をほのめかしていました。それについて昨日、栗山監督は報道ステーションで、最後のユニフォーム発言については、契約が切れたらユニフォームを脱ぐ、いつもこれが最後だと思ってやってきましたと、契約を終えての一区切りだったことを強調しました。そうなると続投の可能性が気になりますが、新しい契約が来たらまた考えるというだけです。僕がやらなきゃいけないということがあるのであれば、これからは本当の恩返しなので何でもやるというだけですとコメントしました。来年11月には野球の国際大会プレミア12が行われますが、この時誰が侍ジャパンの監督のユニフォームを着ているのかも注目です。結婚ラッシュ。3月21日は3つの吉日が重なる今年最強の開運日だったこともあり、この日に結婚発表する方が相次ぎました。まずは歌手でファッションモデルのキャリーパミュパミュさんが俳優の葉山翔乃さんとの結婚を発表。お二人は2020年8月に交際が報じられていましたが、その後も順調に愛を育み、今回見事にゴールインとなりました。続いて元お笑いコンビアリとキリギリスで現在は俳優として活動中の石井正則さんが一般女性との結婚を発表。
石井さんはこの日50歳の誕生日でしたが、結婚について10年ぶり3度目でございますと報告しました。またフリーアナウンサーで TBS の情報番組サンデーモーニングなどに出演中の唐橋由美さんが映画監督で脚本家の成瀬克夫さんとの結婚を発表しました。皆さん本当におめでとうございます。新会社設立。今年最強のトリプル開運日となった3月21日、この日は新しいことを始めるのにも最適と言われていますが、昨年10月ジャニーズ事務所副社長を退任していた滝沢秀明さんが新会社の設立を発表しました。会社名は株式会社 2B はアルファベット表記です。設立にあたり滝沢さんはもう一度エンターテインメントの人生を歩もうと決意いたしました。新人を募集しアーティストをプロデュースする会社を立ち上げました。改めてエンターテインメントの世界で走り出すことをご報告させていただきますと生配信でコメントしました。退所からおよそ5ヶ月タッキーが再びエンターテインメントの世界に帰ってきます。なるほど、これは知らなかったですね。2B ってどういう意味があるんでしょうか。 2B 成し遂げるためにって意味なんですかね。 2B 訳すとそうですけど、もっと例えばタッキーの何か T がかかってるとか分かりませんけど、あるのかもしれません。でももう一度エンターテインメントの人生を歩もうと決意いたしましたって、新人を募集しアーティストをプロデュースする会社を立ち上げましたでしょ、はい、ということはジャニーズにいても、うん、エンターテインメントですからね。そうですね。ということはもう女性もやるってことかな。あ、そういうか。ジャニーズは一応全部男子じゃないですか。そうですね、そうですね。だから女性で割とジャニーズは男子でも小学生からとかね、はい、やってますから。公式サイトのオーディションの概要によると、うん、性別国籍などは問わないと、あ、いうことですね。なるほど、はい、これはもう変な言い方ですけど、今はもう女子も男子もなんかオーディション嵐じゃないけど、またこんな言い方したら変やけど、今あんまりブサイクな子っていうかあんまりいないでしょ。ブサイクな子ってのはええのかな。うん、もうみんな可愛いと思わない。なんかで名前もさ、下手したらみんななんか芸名みたいな。そう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 。ちょっとこの間ね、私びっくりしたんですけど、ホリプロのスカウトキャラバンの女の子なんか、どんどん若くなってますよ、ね、10歳か9歳か、うん、女の子よ。どんどん顔変わってくると思うのに、うん、11歳かな今。11歳。でも11歳だったらね、本当にまだ、うん、だって学年で言うと小学生ですよね。小学6年生ぐらいでしょ、ですよね、うん、その子が優勝して見たんですけど、やっぱ可愛いんですよ、うん、これからこの子おっぱい大きくなるのかな、ぺたんこのままかなとかって思いながらどんどん変わるけど、でもこれもご縁で、そうですよね、ホリプロ滑ってもどっかで通ってたりね、うん、でどっかで滑ってもホリプロでうまくいったってのもあるし、ね、だけどタッキーっていう社長、会社の社長が有名人っていうことはさ、うん、なんか親近感持ってこの応募できると思わない、ね、なんか事務所の顔が見えるというか、ね、なんかね、それこそなんとなく、うん、なんか優しそうじゃない、はい、だからタッキーって私たち言うのもダメだけど、もう社長なんだから滝沢さんだよね。滝沢さんですね。滝沢さんの顔がなんとなく穏やかな顔だから、はい、受けてみようかとか、うん、なんか軽い気持ちで、そうです、注目度も高いですね、なんかね、はい、まあ、頑張ってほしいですね、うん、そうですね。で結婚ラッシュでこの最後に言いました、石井君、はい、あるときイギリスの離婚したのは知ってたけど3回目なんですね。そうですね。これはね、本当に結婚ってね、すっごいハッピーなことでいいんですけど、離婚するときって辛いからね。私は1回経験してるけど、この石井はミスターサンデーなんかでもナレーション入れたりしてね、はいはい、聞きやすいですよね、うん、で自転車が好きで、よく折りたたみの自転車とかで、ホリプロ、目黒のホリプロなんかでよく会ったりして、そうです、全部通勤は自転車ですとか、そんな自転車ばっかり乗ってたのにどこで知り合ったんだろうね。自転車ばっかり乗ってたわけじゃないですか。そうさやな、ご飯も食べるときは降りるわな。どんなイメージ、そこを拾わない。すいません、おめでとうございます。
そして栗山さんやめないと思うんですけどね。もうなんか声がやめないでっていう声がすごいですよね。あ、そうなの？僕の周りはそうですよ。あ、やっぱ結果出しましたからね。あ、もうそれはもう。でもさ、侍ジャパンっていうとまたなんでなんだっけ、十何年ぶりだっけ今回優勝したの。14年ぶりですかね。15年ぶり14だと思います、多分。その時の監督はどなたでした、はい、14年前は多分原さんですね。原さん、はい、でその前が王さんでしょ、はい、それでね、昨日思ったんだけど、サッカーなんかはさ、あの監督の名前言うじゃない、森安ジャパン、森安ジャパンとか、はい、この WBC も日本代表するときは監督の名前の方がいいんじゃないの。栗山ジャパンじゃなくて、そうです、ね、あ、栗山ジャパンって、あの侍ジャパンじゃなくて、この侍ジャパンっていうネーミングってだいぶ浸透してるんですよね。あ、最初の頃には、はいはい、だけどまあもちろん王ジャパンとも言われていたの気がしますよ。原ジャパンとか、メディアによっては。それの方が思い出しやすいんですよ、私あの時代にわかファンとしたらね、はい、あれ前回入賞って誰の時だっけとかね、前々回の王さんの時はすごい覚えてるんですけど、はい、なんか今度もしやられるなら、タコさんのおっしゃる通り、実はじゃあ優勝逃した2回の監督ってどなただったかなっていうのがあんまり出てこなかったんで、ないですね。そうすると栗山さんもそのピッチでね、その投げたり打ったりはしてないけど、顔は何回も映ってるし、ものすごく采配的にみんなが納得する采配、結果を良ければみんな OK ですけど、したじゃないですか、はいはい、そう言ってくれた時方が、栗山さんの時すごかったよね、だって大谷がいてさ、ダルビッシュが投げてすごかったよね、村上は最後にとかって言えるんだけど、監督誰だったって思い出す時にあれみたいな。そうですね。いやいや、まあ、新聞によってはもうすでに大谷ジャパンって書いてる新聞いましたけど、それは失礼だと思うけどひどいな。そう、まあまあ、でも、ね、なでしこジャパンとか、はい、なでしこジャパンって言っちゃ悪いですけど、監督誰だったのって誰も思い出せないんじゃない。あ、私だけ、今サッカーちょっと忘れしてますね。もうあの時佐々木、みんなみんなガラスの向こうみんなうんってしてる。佐々木監督でしたっけ、あの、いや、それは、ね、なでしこジャパンで優勝した時の監督、あのみんなを引き入れて、そうでしたっけ、はいはい。でも今、まあでも監督ってね、やっぱりあの裏方っていうイメージがあるから、それがいいのかも分かりませんね、うん、なるほど。で、一と最初に言ったこの侍ジャパン、もう私にわかですけど、にわかで何回見てもいいんですけど、もうちょっと休憩させてほしいですねいろんな情報がね、はい、日々ありますから、全部あの凝縮して各局がやってるから、はい、そうですね、明日のおまかせもやると思いますよ。やると思います。またこれが視聴率いいんですようちら何のためメイクして用意してるのかわからんぐらいまあまあ明日まで、しばらく余裕に浸りたい。明日まで楽しみましょう、はい、楽しんでください。セブンイレブンは近くて便利、はい。